最初はお嬢様たちに護身術なんてって思ってたけど、みんな予想よりはるかにガッツがあったな。あのまま鍛えてったらどれくらい強くなってくのか気になるぜ。怖くないよ。私、お役に立てましたか？遅くなっちゃったわね。早くロイドさんに会いに行きましょう。姫様？どうしたの？情けないの。あれだけ大暴れしてきたのに、いざ向き合おうとするとこの通り足が動かん。この扉がとてつもなく巨大な壁にさえ見えるわ。本当に情けないな。情けなくなんかないわ。好きな人に告白しに行くのは勇気がいることよ。乙女ならためらっちゃうのは当然よ。わらは相手に乙女と言い切るとは、やはり貴様ただ者ではないな。やだ、私もただの一人の乙女よ。それじゃあ私が魔法をかけてあげるわ。魔法だと？貴様、もう何でもありだな。多分これが最初で最後の魔法よ。はい、マジカルリモリンクルリンパー。え？なんだ？何も起こらんぞ。ごめんなさい、ちょっと言ってみたかっただけなの。それじゃあ改めて、はい、これ履いてみて。本物の魔法使いの特別な魔法で生まれたガラスの靴よ。これをわらわに、いいのか？ええ、この姿の私には必要ないものだから。でもあなたには一歩を踏み出す勇気をくれる魔法のアイテムよ。さあ、遠慮しないで。うむ、
ダメだ、わらわにはこんな綺麗なものは似合わん。恥ずかしいの。ううん、すごくよく似合ってるわ。まるで最初からあなたの靴だったみたいよ。こらまた、かいらしいお姫はんだこと。魔法魔法王国の姫として成功をお祈りさせていただきますわ。ま、あの貴族様は人はいいけどちょっとおとなしすぎるからな。あんたみたいなのがそばにいるのがちょうどいいだろうよ。大丈夫、あなたはもう間違えないから。秘め続けた思いをどうか信じて。改めて感謝するぞ、強く美しい者たちよ。わらわはもう迷わん。まっすぐにロイドと向き合おうぞ。よし、それじゃあ私らも報告がてら一緒に行くか。おう、私は外で待ってるから、マコトちゃんたちは姫様についていってあげて。なぜだ、一緒に来ればいいだろうに。そうだぜ、あんたは今回の主君者なんだから遠慮すんなよ。いいの、こんな姿見たらロイドさんたちびっくりしちゃうわ。私は外からこっそり見守らせてもらうわ。さあ、早くロイドさんに会ってきて。どうかお幸せにね。そうか、それでは行ってくるぞ。さてっと、あなたは一緒に行かなくてよかったの？もうお仕事はほとんど終わってるのに。ありがとう。それじゃあ一緒に見守りましょう。あ、戻ったぜ。マコトさん、それにマホさんも、よくぞご無事で。リマさんとお月の彼の姿が見えませんが。お二人は一足先にランドソルに戻られましたわ。大きな怪我もあらへんから安心しとくれやす。そうか、それはよかった。それで魔物の姫はどうなりましたか？ああ、それなんだけどな。詳しくは本人から聞いてくれ。君は、魔物の姫、どうしてあなたがここに？ああ、ついに二人が運命の再会を果たす時が来たわよ。どうしよう、私まで緊張してきちゃったわ。ロイドさんも姫様も大丈夫よね？大丈夫であって。しな、ちゃんと私らで話しつけといたからよ。この姫様に手荒な真似をする気なんかねえからさ。ただ彼女からロイドハンにお話がある言うんですわ。ちいと聞いたってくれまへん？それは構わないけど、あの、私に話とは？その前髪をいじる仕草、どこかで見たような。あ、すまない、もっと顔をよく見せてくれ。ああ、やっぱりだ。言いにくいことがあるときに前髪をいじる癖。その宝石みたいな綺麗で大きな瞳、背が随分と大きくなっていたから気づかなかったけど、もしかして君は小さい頃遊んでいた
ようやく思い出しおったか。まあ、わからんのも無理はない。このような大きく醜い姿ではの。違う。前に君が来た時は暗がりで顔もわからず、突然だったので驚いてしまっただけで、醜いなんて思ってない。そうだったのか。あの時ちゃんと顔を見せ話していれば、やけになってこんな大立ち回りすんでもよかったのか。それであんなことを。君は昔から思い込んだら突っ走ってしまう子だったからな。そういう貴様こそ大人になってもそのビビり癖は治っとらんようだな。でもすぐ泣く癖はちゃんと治ったさ。どうだかな。貴様は一人じゃ森もろくに歩けんかったからの。そういう君だって私と一緒の時はずっと手をつなぎたがってたじゃないか。ではまたわらわと手をつないでくれるか。もちろん喜んで。ロイド様、いつまでそうしておられるのですか。積もる話はお食事しながらでもできます。早く大切なお客様をお迎えして差し上げましょう。そうだな。それではようこそ我が屋敷へ。うむ、お邪魔するぞ。めでたしめでたしってところか。そうだすね。それじゃうちらはこの辺で。いや、お二人ともちょっと待ってほしい。今回の仕事の報告や報酬について話をしなくては。いや、せっかく再会したのに、どう考えても私ら邪魔だろう。構わないよ。なぜなら私たちはもう離れることはない。語り合い、空白を埋める時間はいくらでもあるのだから。ロイド？それってもしかして。あらまあ、これはこれは。見直したぜ、ロイドさんよ。些細なすれ違いで少し遠回りしちゃったけど、深く結ばれた絆はやっぱり強かったわね。最高のハッピーエンドを見せてもらって私も幸せだわ。それじゃあ私たちは一足先にランドソルに帰りましょうか。ロイドよ、しばし待て。貴様に会わせたいものがおる。え、急にどうしたんだい。わらわをロイドともう一度向き合えるようにしてくれた大切な友だ。え、今のってもしかして。こんなとこにおったか。ほら、行くぞ。え、ちょっと姫様、何するの。待たせたな。紹介するぞ。これがわらわとロイドを再び結びつけてくれた恩人だ。姫様、嬉しいけどダメよ。だってこんな姿じゃ。こんな姿？ああ、清掃でないことなど今はどうでもよかろう。そうじゃなくて、私もう人間の姿じゃないのよ。おいおい、せっかくまとまりかけたのに何してんだよ。まあな、ここは少し見守りましょうか。
さん、私リマです。え、リマってあのリマさんなのかい？はい、お屋敷でレッスンを受けさせてもらったあのリマです。言われてみれば声や雰囲気は確かにリマさんだね。それにしてもその姿は。ごめんなさい、これが本当の私なんです。ずっと騙していてごめんなさい。謝る必要などないであろう。姿は違えど貴様は貴様ではないか。でもそれとも貴様はその獣の姿は醜いと申すか。わらわを美しいと言ったのは嘘だったのか。嘘なんかじゃないわ。私は心が美しければロイドさんともちゃんと分かり合えると思ったから。だから。では堂々とせんか。ロイド、こやつは面白いぞ。問答無用で倒せば済むものを最後まで話し合うことを諦めんかった心の美しきものだ。そうだすな、ロイド君。こちらうちの大事なお友達のリマハンドス。見た目も中身もえらいかいらしい魔法王国の住民やで。よろしゅうな。ああ、おまけに腕っぷしも強きりゃ肝も座ってる。私も出会ってから日が浅いけど間違いなく極上のお嬢さんだぜ。みんなマサ、晩餐の人数の追加を頼む。美しい大切なお客様だ。盛大にもてなしてくれ。かしこまりました。最高の淑女にふさわしいディナーをご用意いたします。ロイドさん、マーサさんまで。確かにその姿には驚かされたけど、私はリマさんがひたむきにレッスンに打ち込み他の参加者たちと心を通わせるのを見てきた。見た目が変わったくらいで態度を変えたりなどしないよ。おそらくだけど正体を隠していたくらいだから、きっとその姿で多くの苦労をしてきたのかもしれないし、それはこの先も続くかもしれない。でも少なくともここにいる者たちはあなたの美しさを知る理解者だ。それだけは覚えていてほしい。王子はんの言う通りどす。今はリマはんの可愛らしさに気づかん人が多いかもしれへん。でもちゃんと自分を誇り信じたって。そうすればいつかみんなリマはんを大好きになってるはずやから。なんだって人間と魔物の絆を取り戻したくらいだ。自信持っていけよな。みんなありがとう。本当にありがとう。私今の自分がもっともっと好きになれそうだわ。まひるちゃん、りんちゃん、しおりちゃん、私新しいお友達ができたわ。みんなみたいにありのままの私を受け入れて美しいって言ってくれる大切なお友達よ。ちょっとだけ綺麗になった私、新しいお友達のこと、キラキラ輝いていたお屋敷での日々のこと、たくさんのお土産があるから。
風の加護を我らに。お手並み拝見といこう。攻めていきましょう。暴れるな。実践せよ。やばい。学びを与えよう。そうだ。はい、燃えてきたぜ。うるせえファイト。やっ、暴れるな。学びを与えよう。足止め正解の力よ。さあ、おいで。オリニティファントム。この調子。霊界の力よ。風の精霊よ。大気の加護よ。今だ。足止め正解。お祭りだ。七日様コンコル。学びを与えよう。我に続け。行動幻想やっ今だ。最後までお供します。さあおいで。トリニティファントム。攻めていきましょう。今だ。お祭りだ。七日様コンコル。風の精霊よ。大気の加護を。霊界の力よ。やった。実践攻めていきましょう。さあおいで。トリニティファントム。シナプス誘爆開爆のユニバース。どうにか任務完了やで。でもうちが誘うてもうたばかりに王子藩にえらい苦労をかけてもうた堪忍な。せやな、大変なこともあったけど楽しいことはもっともっと量産あったな。引きずるのはもうやめや。おおきに、王子は。主様が不自由なく使える部屋にしなくては。